はい、回転です。バトルフィード1続きをやっていきたいと思います。ついに対戦書、キャンペーンモードの最後の章ですね。5、キサレヌ言葉。オスマン帝国を相手にアラビアのロレンスが行う砂漠の戦いの一幕。ね。アラビアのロレンスってね、なんか聞いたことありますけどね。なんだろう。俺がフランスに到着する数年前。でね、ありました。アラビアの砂漠では、反乱が巻き起こっていた。まあなんかね、アメリカなんかイギリスの情報員の部族たちが戦ったのは、確か俺たちの塹壕戦とは全く異なる戦いだ。彼らは一人の偉大な戦士の掲げた理想のもとに力を合わせ、イギリスの人機動力を生かした小規模な部隊で帝国の力に挑んだ。自由と変革、それが彼らの理想だった。もう右側の人がアラビアのロレンスと、なんかアラビアのロレンスって、ね、女の人っていう、あ、男のっていうイメージがありますけどね、違う、男だよな。メソポタミア、アルアジダ、アラビアの部族、オスマン帝国に反旗を広がすと、うん、オスマン帝国ランクは圧倒的なね、帝国軍は圧倒的な、まあ、英国陸軍将校ロレンス、T.E. ロレンス、やっぱイギリスの将校なんですね。反乱軍と手を握ったと。さあ、アラビア砂漠、移ろう砂の海と強い日差しに焼かれた岩々、遮蔽物は何もなさそう。終わりなき砂原の下に眠る黒い黄金、石油、新たな機械の石油を潤す命の水。はあ、そうか。オスマン帝国は400年以上にわたり、この地とその下に眠る全ての宝を支配してきた。オスマン帝国だが、それに抗う者たちもいるのだ。もう今や存在しませんからね、オスマン帝国の打倒を誓い団結した彼らは、帝国っていうのが倒れるわけですよ。風のように襲いかかり、砂漠へと消え去る。なくなっちゃってる、すごいな。彼らと共に戦う中に、まあね、その異形により名を知られたイギリス人将校がいる。世界は彼をこう呼んでいた。アラビアのロレンスと。実際の人物ですからね、うん、確か。砂漠を生きるには計画が必要だが、うん、幸運にも期待しなければならない。ロレンスとして始まる。つい最近脱線させられたオスマンの列車に極めて興味深い品が載せられていたことは我々にとっての幸運だった、うん、脱線を生き延びたオスマン兵に小規模なパトロール部隊が合流した。彼らは共に列車を守り、増援の到着を待っていた。敵が自分より優れた武器や装備を持っているなら、盗み取るのが正しい選択だ。なるほど。こいつら帝国軍なのか。スターウォーズみたいだな、なんか。あれ、なんか武器庫があるぞ。あそこに行くべきなんだろう。もうこれで全部屋根のハッチから、ハッチ、ステルスミッションってことか。へえ、一人の戦士が大勢の軍団に勝るものが一つある。一人の戦士は見つからずに動けるのだ。銃は強力で効率的だが、敵の注意も引いてしまう。
群がるオスマン兵を相手にする覚悟が必要となるのだ。さあどこから行くべき、ここから行くべきっぽいね。よし、右側からちょっとね行きましょう。なんとなくその方が良さげな感じがしてきてる。Ulan bütün hudutlara çekeceksin bir duvar. Sonra hiç böyle uğraşmayacaksın. 一人でそんなに話してる。ほんまに話しかけ。いるそこに。すげえ話し声だけ。これでぶっぱなして見たくなっちゃうな。こんなのがあると。見えているということと手にしているということの間には何という開きがあるのだろう。目に見えていること、手にしている、全然違うと思う。砂嵐だ。チャンス。これ何も見えねえだろ、これこいつら。たとえ歩いてる姿を見たとしても敵だか味方だか分からない。ちょっと気づかれ気味になってる。2人来られると厄介だけど、ああ死体見られちゃってる感じだなこれね。近づけるような感じになってるじゃん。どうやってこの上に上がるの？やばいよ。ははくそ。ロレンス死んだ。歴史が、あ、違う、ロレンスじゃなかった。ザラ・グフランだった。俺、ザラ・グフランなのか。ちょっとやってみたいことが一個。ねえ、ちょっと結構、ああ、ここまで戻るか。脱線を生き延びたオスマン兵に小規模なパトロール部隊が合流した。彼らは共に列車を守り、増援の到着を待っていた。マシンガンで一気にやっちゃうって言ってるよね。
対成功しなさそうだけど。ガンガンいっちゃう。銃は強力で効率的だが、敵の注意も引いてしまう。群がるオスマン兵を相手にする覚悟が必要となるのだ。こっち向いてやがんな、あいつを。大体歩幅前進したらバレないんだね。これでもバレない。よく見ろよお前。バカじゃないの。武器はどこ行っちゃった。弾を拾ったのか。さあここに来たら砂嵐が巻き起こるから。マシンガンみたいなどこにあったっけ。場所忘れた。砂嵐は私に味方してるよ。やっぱりマシンガンある。内側ちょっとやばい。内側もちょっとマシンガンがあるな。なんか見つけた。うわ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 、貫通する。危ねえ。場所を見られたらやばい。よし、やった。よし、一人ずつ。人は無限ではない。人は無限ではないから。あ、マシンがあったの、ここか。上だ。ここですよ。敵が自分より優れた武器や装備を持っているなら盗み取るのが正しい選択だ。おお、すげえな。どこだ、敵いるのか。なんかもういないね。じゃあ反応がない。
いません。よし。強い武器も持ってるからね。かかってきやがれ。さあ、これどうやって。あ、こうやってジャンプする。海王解読書探せ。これじゃん。こんな本で、まあ、当時はコンピューターないからね。教えてね、ボスマン。出てこい。決まっちゃってる。無駄だ。ま、我々は間に合わないものと鷹をくくっていたがね。アラビアのロレンス。横からやられてる。何なんだろう。手前にやられちゃった。バカじゃない。むしろ願った通りだ。罠か。エルオレス。小賢しい。立場が逆転か。うん。お前は何だ。女の人じゃん。はい。勝ち気な女はいい。おわ。雨だ。お前たちに自由を奪われたものよ。自由か。死ねば自由だぞ。それが望みなら帝国はいつでもお前たちに自由を授ける。うわ。今魔界のための兵器がこの砂漠を進み、お前たちの仲間や家族、家を全て破壊し尽くしているんだ。逃げ隠れする場所は。どこにもない。すぐにわかる。全てが無になる。死だけがお前たちに自由。何を。ザラ。君がこの男から服を剥ぎ取り、足の剣を切り裂いて砂漠に放り出してやりたい気持ちなのは十分に分かっている。だが考えるんだ。そうね。悪いな、友人は寛容な気分じゃなくてね。嘘の指令を出す方法を話して、あの列車をおびき出して破壊する。無理だ。そもそも列車に連絡するのに一冊分の暗号表が必要になる。ああ、これのことかね。機械の進化は止められん。いずれ砂漠の下に眠る黒い黄金をめぐって世界中がお前たちの土地を奪い合う。予言者じゃ。いずれわかるさ。行けばわかるさ。もちろん解読書だけで全てが解決するわけではなかった、うん、オスマンがジャナワールと呼ぶ鉄の竜を破壊するには、この鉄道はすごいね。サンドを鉄道を停止させる必要があった。鉄道線沿いには複数のオスマンの前哨基地が配置されていた。各基地の司令官には重要な通信用のカプセルが預けられており、かの列車への命令はそれを使って届けなければならなかった。オスマンの文献隊が村に居座る中、その中に忍び込むのは容易ではなかった。うわー、すげえな。オスマンは砂漠の僻地に前哨基地を設けている。多くの武器や車両が保管されているにもかかわらず守りは薄い。敵の襲撃を想定していないことは明らかだ、うん、必要なら装備を手に入れるのにもいい場所となるだろう。古代遺跡はそこにかつて文明があったことを知らせる唯一の手がかりだ。オスマン帝国はそのただ中に最新の装甲車両や大砲の数々を持ち込んだ。3人の司令官を排除し、それぞれの通信用カプセルを奪う。そしてそれを使い、うん、偽の命令文を届けるのだ。端的だね。この危険な任務にいかに取り組むかはザラの判断に任されていた。分かった。さっきと、あ、こっちか。まずじゃあね、3つね、地域行かなきゃいけないって言うけど、私的には
あ、なにあれ、なんで車こっちに向かってくる。あそこと、通信、あと遺跡みたいなね、こと言ってたけど、ここか。ここね、ここが一番簡単そうだけどね。それからここが一番大変そう。じゃあまず簡単そうなあそこから行こうか。早く行かねえと、ああいう車が来ちゃうから、ちょっととっととあっちの方がいい。ちょっとね、えい、突撃早いな。あれ、突撃あ、何やってんのあれ。敵も見えるぐらいのね、近さになって。やべえ、実はこっちまで来てみると随分でかいとか、そういうあれかな。なんか撃ってんな、なんだあれ、なんだろうな、なんか撃ってる。建物の外にはこう見張りが1名ぐらいの感じかな。まずあいつを仕留めると。でっかいのもあるけど、すっとり吸えないとね。警官排除。どこにいやがった。この建物の中か。いや、あったぞ司令官。いきなりスナイピングしちゃおうか。